初心者の初心者による初心者のためのクラクラ術ということで始ましたえーキウキウです今回はですねえーペッカヒーというものを使っていきたいと思いますさあ早速やっていきましょう、まあ、ペッカヒーというのはあのペッカの攻撃力と体力を生かして、まあ、ジャイヒーみたいな感じにするということですでやっていきましょうシールドなんてねいらないです さてここはちょっと資源が少ないですね、まあ、今回の戦略としてはアーチャーで周りを囲みつつえー、まあそのペッカがねあのこの壁の周りを一周しないようにするっていう感じでやりますうんまあここねちょっとなできるかも20ってるところでこれとかいいですねこれとかいいですねでは早速やっていきましょうまずは援軍の処理をしたいですね いるのかなまあ適当に最初はあのー、アーチャーで囲んでいくっていう感じになりますね基本的にあの攻めたい場所を開けるという意味でやりますあーそっち行くなよさすが ああ、やっぱそっち行くのよしよしよし、ナイス。よっしゃ。え、え、なになにどこ行くのうわーもうほんとね。さて、えっと。よし、いいぞ。ここでヒーラーを出しておきましょう。ヒーリングですね。 よしここで1体できたんでここでヒーラーを投入していきたいと思いますはいはい水もしがなったうっさいうっさいうっさい、はい、はいはいはい <laughs> あーそっち行くねよよしヒーリングナイスあーヒーリング真ん中に行ってほしいですねちょっとレイジ使っちゃいましょうちょっとあっちのねヒーラーあのあっちの 対空砲を倒してほしいんだよね。やばい。ああ、ちょっとミスったか。ミスったか。ちょっとヒーラーを、ヒーリングを出したいって、ヒーラーを出したいと思います。さあ、もう。ここで。ヒーラー二体目いきましょうか。もう、これきついか。 これ俺が下手くそなだけだけどここでですねえも、ー、う反対側出していきましょうきついかちょっと俺のねあのー、攻める能力がなさすぎてうー太鼓来たうわーこれはきついこれはきついぞ これはきつかったかーうわーそうだなうん <laughs> 間に合うかいやー間に合わないおっとでもよっしゃーこれは来たあと11秒嘘でしょやべえあと7秒おっしゃナイスえー、まあ100%勝利を収めることができました まあ、こんな感じで、まあ、今回、ペッカヒ。うん、結構調子良かったですね。やっぱペッカの威攻撃力と、まあ、ペッカのそのなその防御力を生かして。防御力とか体力を生かした、えー、戦術でした。ご視聴ありがとうございました。